慣れ初め系の話になってしまうけど、どうか。職場に不安定な棚があって、同期の女性がそこで書類の整理をしてる時に棚が倒れてきた。近くにいた俺はとっさに彼女をかばって棚を支えて踏ん張ったんだけど、力みすぎてでかいへをしてしまった。不幸は続くもので、への勢いかズボンとパンツが裂けた。小柄で太ってる男はわかると思うけど、そういう体型だとズボンの股上が長くて、足を広げて踏ん張ると股の縫い目に負荷がかかりまくるんだよ。同期女性がこけた体勢だったから顔付近にへをした挙句にズボンパンツが破けるという三重の惨事に。恥ずかしくて逃げたかったけど、棚を支えてるから逃げられない。しかも後ろの同期に。〇〇くん、たまたまがはみ出てるよ。と指摘されて泣きながら見ないでって言ったよ。他の社員が助けてくれるまで数分かかったけど何時間もかかった気がする。これをきっかけに同期の女性と親しくなって彼女になってるんだから何が縁かわからないな。映画化希望。いい話じゃん、めちゃ笑ったけど。どんだけすごいヘだったんだ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。